こんにちは。こんにちは。私たちイーザンワールドスタンダードワースタです。はい、私たちワースタが出演するグノシーの新ライブ番組、うん、噂 TV が3月28日の夜7時半から放送されます。はい、ということで第4回目のゲストは私たちワースタが出演させていただきます。ありがとうございます。噂 TV はネットニュースや口コミをもとにトークやクイズをしていく番組です。そこでですね、今日から私たちワースターの口コミをツイッターで募集しちゃいたいと思います。怖っ。ツイッター、ハッシュタグワースターの噂、ハッシュタグワースターをつけて投稿してください。お願いします。お願いします。そしてツイートしてくれた方の中から抽選で3名様になんとワースターのサイン入りポスターをプレゼントします。そしてですね、ツイートは一つだけじゃなくてすればするほど当選確率も上がるということなので、皆さんぜひじゃんじゃんツイートしてください。そうですね、こうどんなね内容のツイートなのか私たちもちょっとドキドキするんですけど、怖いね。自分じゃないといいな。そうね、確かに。はい、ということでそれでは3月28日夜7時半から噂 TV をぜひご覧ください。見てねー。噂知ってたら10万円、噂 TV。 よっしゃー。どうもこんばんは、ダイアン津田です。どうもダイアン津田です。はい、そして門脇佳菜子です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。さあ、この番組は今日で4回目です。はい、早速なんですけれども、ダイアンさん、この1週間何か印象に残ってることとか、うん、気になったニュースとか何でも何かありますか？いろいろありますよ。はい、吉本坂46、ね、すごいよね。ショービズのケンさんがね通ったりとかしてますしね。そうそうそう、本当にすごい若手が落ちてんのに、ね、うん、新喜劇の帯谷さんが通ったりしてる。あれはむちゃくちゃですよ。完成がットのね、ポットの人知らん、知ってる？その知らないです。くじ引いたんちゃうかな。知らないです。適当に知らないとあんなメンバーにならしましまんさんが2人で、ね、何でお二人はちなみに僕らはね漏れててね、なんか知らなかった。知らなかった人もいる。知らなかった人もいる。知らなかった人もいる。ネットニュースで知ったって。そうそうそう、珍しいパターンですね。完全に落とされたみたいな感じですけど、そうなんですよ。知らなかったんですね。知らなかった。言うといてほしかったです。受けたかったよ。なあ、そうなんですか。受けたかったよ。今から荻谷さんが通ってね。それやったら通るんですよ。何かに通ったん初めてしよう。そんなことない。見てるかもしれない。見てるか。怖。見てるか、おぶたりさん。見てるかもね、怖い。ね、さあ、そしてですね、今日は重大発表があります。何ですか。この噂 TV、うん、今週から5週連続でゲストが来ます。あら。急に。すごい。今まで2週何もなかったです。何もなかったですね。私たちも、もう何も分からず。ほんまです。言われるがまま。僕から5週連続、はい。急に来てくれます。ね、5週の連続確定なんですね。もう確定は確定みたいです。大丈夫ですよね。はい、確定はみたいですね。本当はやっぱりゲストいた方がじゃあいいっていうことなんですかね。5週連続で。そうですよね、スタッフさんの中でそうなったんです。リンカタリ ね、なんか5週先はどうなるか分からないってことですよね。そうです、そうです。5週過ぎたらまた3人だけに。なるほどね。まだ分からんっていうことね。まだ分からないです。まあでも来たり来なかったりでね、ダイアンさんもこの視聴者の方もね、困ると思うので、はいはい、ラインナップをご用意しました。はい、来週4月4日がバンドじゃないもん、うん、続いて4月11日が NMB48、 あら、そして4月18日が名古屋で活躍するアイドル、急にね。4月25日が某有名 P プロデュースアイドルとなっております。はい、後半2つがちょっと謎やけど ね、まだだから全然決まってない。まだだから返事もらってない。多分そうなんですよね。どうなるかわからんみたいな、はい、オファーはしてるけど、はい、なるほど。名古屋のどこかしらで多分名古屋なんですよね。はい、橋の方でやってないかもしれないですね。なるほど。はい、さあ、そしてですね、うん、今週のゲストはワンタさんです。あ、はい、よろしくお願いします。お願いします。ワンタ、いやすごい。自己紹介してもらっていいですか。お願いします。はい、私はジーザワールドスタンダードワースタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あらららず、ワースタさんや。よろしくお願いします。今日2人が、はい、そ
なんですよ。普段はこうやって5人で活動してるんですけど、うんはいはい、今日は黄色と、はい、と緑が来ました。あらららら、はい、緑がありがとう。大人っぽい2人が、はい、あらららら、そうですね、グループの中でも。あとのメンバー何されてるんですか？あとのメンバー、まあ、さっきまで一緒だったんですけど、はい、今日は代表してるんですけど。なるほどね、休んでるんじゃない？休んでない。なぜ来ないんですか？さっきまで一緒やったの。選抜でね、さっきまで一緒やったの。そうですね、建物の前で別れたから。それが本当にほんの1、2時間で来てほしかった。来てほしかった。そうですね、今日2人で。はい、ちなみにですね、ワースターはどんなアイドルなんですか？あの、私たちワースターっていうそのグループ名がまずザ・ワールドスタンダード世界標準っていう言葉の略になっていて、世界でも活躍できるように頑張っています。あの、SNS とリアルアイドル活動を通じて世界に可愛いジャパンアイドルカルチャーを発信していこうっていうのがざっくりとしたコンセプトです。すごい、すごいね、コンセプト世界に。はい、ワールドアイドルですね。かっこいいですよ。結構海外向かせてもらってて。そうなんですか？いろいろ行ってんすか？いろいろ行ってますね。去年も何回ぐらい行ったんだっけ。去年あのフランスで行われたジャパンエキスポにも出演させてもらったり、あと台湾でワンマンライブさせてもらったり、今年はタイにも行かせてもらって、タイにも行ったりとか、はい、5月にもマレーシアに行かせてもらったり、結構あります。結構な頻度で、はい、結構な頻度で、いいな。さあ、ということで本日はワースター広川七瀬さんと、はい、そして坂本葉月さんとお届けしていきます。はい、よろしくお願いします。さあ、早速なんですけれども、坂本さんの噂が届いております。何を、はい、なんでもですね、坂本さんめちゃくちゃお笑いが好きで、劇場に通い直している。はい、いいんですけれども、はい、そうなんですか？そうですね、あの、本当にこうオフができたら、うん、こうとりあえずあの劇場のなんかこう出演者さんをバーって全部見て、はい、行きたいやつ選んで、すごい、めちゃめちゃ好きなんですよ、芸人さんが。今日やけにテンション高くて、さっきずっと移動の車の中でも一人でずっと喋ってるんですよ。めちゃめちゃテンション高くて、知ってるんですか、オーラのことも？もちろん。どれぐらいの劇場行ってるんですか？今何ものすごく知ってるけど、ものすごくでした。主にどこの劇場とか行くの？でもどこやろ、無限大ホールとか、あとルミネ座吉本、うん、結構この2つよく行きますね。すごいですね。さあ、ちなみにですね、ブログでお笑い感想を書いているという噂も届いてるんですけれども、さあ、その坂本さんのブログをご用意しました、うん、こちらです。あ、まず写真ですね。あ、写真、はい、あ、これに行ってきたよみたいな、はい、今日はルミネ座吉本に行ってきました。はいはいはい、はい、巻く前から埋設をされていたのは、うん、ザ・プレジデントさんでした。大統領、プーチン大統領、めっちゃ楽しかった。あららら、トップバッターはコマンダンテさんでした。もうテンション上がりまくった、はい、石井さんのちょっとできてないんですけどもね、あれを生で聞けた幸せ、さあ、続きましたみたいな。めっちゃ好きやん。もう大好きです。コマンダンテが好きなの？コマンダンテが好きなの？いや、もう芸人さん、なんか芸人というお仕事をされてる方をもう本当に尊敬してて、こうなんかもう人生を、あの、人を笑わすために生きてはるなんて、もうまあ素晴らしいという。すごいやね。マジで？プロフェッショナルみたいなところにこうリスペクトして、尊敬してます。誰が好きとかないの？気になる。一番好きなのは、でも最近ちょっと悩んでるんですけど、あの、ツートップは、ノンスタイルさんと、ポットさんです。何やそれは。めちゃめちゃ、人気者とか言ってるやん。好きなんですよね。好きです。スタンダードやん。めっちゃ好きです。なんかもっと怖なさ。王道が好きなの。どんなところが好きなんですか？誰が言うの？新喜劇の品の竹雄だって。新喜劇めっちゃ見てますけど。どうやって東京で、どうやって東京で見にあるの？ノンスタイル、え、トット。トットめっちゃ人気あるやん。すごい人気やん。もう大好きです。マジで？それはツートップなの？よりどっちがとか。でも、あの、トットさんはちょっと前に初めて、こう単独の公演を見に行かせていただいて、そっからもうドハマりしたんですけど、ノンスタイルさんも昔からずっと好きです。ねえ、危ないでだけど劇場にそんな、ね、そうです。あ、これトットさんの、あ、そうです、本命、本命、大本命、今トットさんでした。本命、本命、大本
目、わあ本当に生でお久しぶりに会えた喜び、トットさんが出演されることを知って急遽決めました。めっちゃ好きやん。大好きです。いや気ぃつけんやほんまに。来るで芸人なんてすぐそんな、くるくるこんな可愛らしい子来てたら、ね、そうですよね。危ない危ないほんまに。言うてる本人が一番いいから。そうですよ。振ってるだけやから。すごい今振ってるだけやから。すごい捕まり方する。さっきのじゃ出番表はトットがいたから見に行った。そうですこう見てて、でも知らなかったんですよ。でこうずっと見てた時に、あのトットさんの名前があって、もうこれ行くしかないと思って、あとあの健康ボーイズやったの。初めて見ました生で。健康ボーイズ出てるけど。あとあのなかなかのメンツの時に一緒に茂雄さんも村上翔さんと、ね、めっちゃ渋い、めっちゃ楽しかったんですよ。楽し面白いですからね。しげじいさんにもお会いできて、ああ、めっちゃ好きだな。嬉しいです。幸せでした。めっちゃ好きやねほんまに。ちなみにこのダイアンさんのネタはどうですか？もちろん知ってて、あの本当にこうなんていうのボケがあのなんか斬新すぎて、あのこう先を読めない感じがもう次元の褒めてます褒めてます、めっちゃ褒めてます。今これ見てないですか？見てます、見てます、見てます。異次元異次元のボケ、新進気鋭のボケ。いやいやいや、どんなボケやそれ。見てます、見てます、見てます。あのクレームのネタも見てますし、あとあれ何でしたっけ、美容室。あのめっちゃ好きです。あの美容師、あの美容師系のボケを、どこが水水系、スタンダードなツッコミ。やだ。これこんな感じ。俺が芋臭い。老舗ツッコミね。昔からの老舗ツッコミで。なんでやねんみたいなことか。こんな映画ハンナハンみたいな。めちゃくちゃダサいねんかそれ。でも俺らネタも知ってくれてるんやったら全体的に好きなんですね。そうですね。でも特にトットとね、トットとのスタイル。はい。びっくりです。残念で、残念でしたねってないで。残念で。外れみたいな。あんちゃんも言うね。喜んでくれたんじゃないか。ちょっとごめんなさいね。まだまだ近いで。はい、今後頑張りますんで。今後頑張ってないで。いや、キャスティング変えるふうにか。ねえ。ちょっと座らせんか。あなたの階段から道連れやぞ。道連れやから。はい、わかりました。そうね。わかりました。まだ私の方が多分スタッフさんに好かれてる。道連れだ。道連れにしたのからな。むちゃくちゃ道連れにしたの。ほんまなるから。道連れじゃん。やめてください。よ、じゃあ、それでは早速ね、コーナーに行きましょうか。はい、この噂知ってたら総額10万円。よいしょ。コーナーではここ最近グノシーで取り扱った芸能エンタメの噂を前半後半に分けて5問ずつ出題します。前半後半で全問正解しますと正解者全員で総額10万円を山分けできちゃいます。すごいでしょ。めちゃめちゃめっちゃいい。参加したねえ、お願いしますよ。来週からはねえ、お願いします。来週からお願いします。さあ、もし前半で間違えて脱落してしまっても、うん、後半にまた参加できますので、はいはい、諦めず挑戦してください。太っ腹でございますよこの番組は。ねえ、十分すごいですからね。さあ、ワースターの皆さんに関するクイズもありますので、うん、ファンの方は有利かもしれないですね。見てるね、ファンの方。ねえ、確かに。さあ、クイズは選択形式です、うん、回答する制限時間は10秒となっていますので、はい、皆さん頑張ってお答えください。10秒だ。さあ、それでは参りたいと思います。いきましょう。はい、前半は10万円の半分5万円をかけて5問を出題します、はい、さあ、それでは第1問。現在始動中、秋元康プロデュースの新ユニットは、はい、1、いろは坂49、はいはい、2、吉本坂46、うん、3、うぐいすだに24。なるほど。さあ、10秒です。ちょっとね、ヒントもね、ちょっと最初から見てたら ねちょっと最初から見てる方はね、うぐいすだに24、いいですね。ね、かっこいいですね。ありそう、ほんまに。ありそうですね。ありそうですね。響き的に24。さあ、それでは正解に行きたいと思います。こちらです。2の吉本坂46でした、ね、言ってましたもんね、さっきね。ね、532人の方、はい、多いですね、さすがに。はい、さあ、それではどんどんいきたいと思います、はい、それでは第2問、うん、最近バイトを始めた漫才チャンピオンは誰。あららららら。1、チュートリアル特
井さん、うん、2トレンディエンジェル斉藤さん、うん、3中川パラダイスさん、さあ誰でしょう。なるほど、知ってちゃう、知ってますか、知ってる、さすが、ニュース知らんっても当たるやろ確かに、いやいやいや、これ皆さん有名だから、確かにこの方が長いです、うん、はい、さあそれでは正解にいきたいと思います、はい、正解はこちらです、3の中川パラダイスさんでした。多いですね、圧倒的に。福井さんに入れてる、39人39人の方がびっくりしますね、言ってたらめっちゃ売りたいねえ、何のバイトしてると思うんですね逆に質問みたいな、ね、逆にね、入れてから、ね、さあそれでは第3問、はい、友達5000人空手界リエさんは丸丸とも友達、うん、おー多いですからね、はい、1ジョニー・デップ、2黒柳徹子さん、はい、3和西族、さあすごい、誰でしょう。え、1番だったらめちゃめちゃ、いやすごいね、すごいですよ、1番であってほしい、確かに、うん、でも本当にいろんな方とお知り合いですからね、うん、さあそれでは正解に行きましょう、こちらです、3のマサイ族でした。マサイちょっと下手、マサイ族だけ絶対ちゃうもんね、確かに、でも徹子さんかと思いましたけど ねありそうですね、一番多いですもんね、マサイ族、マサイ族らしいですね、携帯持ってたりするもんね、何しゃべるんですか、確かに、現地行ったらね、ね、海中族の人とかね、それでは99人に減りました、減った、はい、それでは第4問、将来は丸々やりたい滝沢カレンが挑戦したい職業とは、あら、1クイズの MC、 2大工さん、うん、3ラッパー、なるほど、どれでしょう、これ難しいね、難しいですね、全部言いそうなキャラやしね、そうですね、うん、これやろ、全然違いますから ね皆さんわかるでしょうか、ょ、ね、これなんかテレビでやってましたね、番組でね、さあ正解に行きたいと思います、正解こちらです、出ない、はい、1のクイズの MC でした、なるほど、見てみたい、めっちゃ見てみたい、見たいよ ねやりたかったんですね、46人の方が残っています、残ってますね、結構、さあそれでは前半最後ですね、最後、はい、それでは第5問、はい、ワースター坂本さんが SNS で主催している大会はどれ、1全日本大声コンテスト、2坂本茶、坂本茶、坂本茶大喜利大会、坂本茶大喜利大会、3極真河原割り大会、おさあどれでしょう、どれやろう、ちょっとびっくりしますけどね、ファンの方が分かる、答え以外のことやってたらちょっとびっくりしますね、こんなのしてたんだみたいな、ね、じゃあ正解いきましょうか、はい、正解こちらです、お2の坂本茶大喜利大会でした、27人の方が正解しましたね、大喜利大会やってんじゃん、はい、すごいね、さあそれでは全問正解者の獲得賞金はいくらでしょうか、1人1人当たり1850円、おめでとうございます、いいですよ、はい、さあ全問正解者にはアプリメニューにある獲得商品に Amazon ギフトコードが届きます、ご自身の Amazon アカウントにチャージしてください、さあ上沼恵美子さんやってるんだよ、ね、上沼恵美子さん嬉しいなまさか瀬戸内寂聴さんとか、寂聴さんがやるわけないですよ、やってくださったんですかね、やってるわけないですよ、トマソン、ね、ありがとうございます、トマソン元々が分からへんちゃんも、よう分かんないですね、ちゃん知ってんのか、めっちゃコメントなんかたくさんの方がね、この方が1851円、はい、嬉しい金額です、はい、おめでとうございます、さあ、うん、ダイアンさん、はいはい、なんか問題で気になる噂ありましたか、なんやろう、やっぱ大喜利大会やってるんですね、うん、すごいね、大喜利お笑い大好きで、お笑い好きなんです、どういう大会なんですか、これなんかツイッターでこう自分のまあライブ中の写真とかだったり、ちょっと、うん、なんか言葉つけたら面白そうな画像とかをこうツイートして、ファンの方にこうたくさん大喜利してもらって、その中から後で自分が気に入ったやつをピックアップするっていう、優勝者になるみたいな、結構来るんや、じゃあそれで まだ1回しかやったことない、1回しか1回よう当たったな、1回のやつめちゃくちゃ高齢かと思ったら、最近始めたことない、よう問題にしたいな、それ定期的に、うん、はい、1回した時の実際に使われたお題ご用意しました、こちらです、1回だけ、はい、これですね、ツイッターの
投稿なんですけど、この前の温かい言葉をかけてあげましょうの回答が面白かったから今日もやります。さあ坂本さんは何かを見つけました。何を見つけたのでしょうか。面白い回答をピックアップしたりするからたくさん回答してねとあるんですけれども、これで答えてもらう。なるほどなるほど。これ、聞きたいです。お二人の回答いいですか。ぜひとも。こんなんやったことない。本業大阪にはない文化よね。いやそうなんですか。めちゃくちゃあるよ。めっちゃやってるよ。こすり倒した写真で一言で、はい、一言みたいなやつや。ありますか。いく。あ、俺、はい、俺が行こうか。どっちでもいい。どうしましょう。行こうか。西澤さんお願いします。これ何かを見つけたんですね、はい。あ私服の大西ライオンがいるよ。めちゃくちゃダサいよ。めちゃくちゃダサいけどな。見つけました、ね、大西ライオンの私服は世界一ダサい。大西ライオンの筋肉ね、私服ツートップ、ダサダサツートップやから。気づかへんぐらいダサいから。それによく気づいたら、ね、めっちゃお笑い好きやからね。お笑い好きやから私服の大西ライオンも気づいちゃうよ。そりゃそんな顔さすがね。むちゃくちゃでかいダウン着とるから。2つ多いダンモコモコがね。モコモコがいいじゃないですか。はい、じゃあ津田さん、あ、俺も行きますか。行きます。死んだはずのおじいちゃん。おじいちゃん来てはんなったっけ。来てますね。あ、ごめんね。変な感じで、おじいちゃん死んでるの勝手に。その不謹慎、怖すべりはやめてくれ。怖いな。その心霊、心霊系の心霊すべきだもん。一番怖い。生きてはったよね。意外と厳しいから。絶対言ってるよ、若いの。から吉はどう。え、お二人の後行くんですか。いやいや、でも、やってよ。何？何？何？あれ、湘南の風や。滑ってたからどっちも腐ってる。もうやめようか。焦ったかな。もうやめようか。連動してる。焦ったから口も腐ってます。もうやめようか。こんなんさすなよ、おじいとか。ありがとうございました。坂本さんでした。どうやった。うん、楽しかったです。でも、いろいろもらってその中から選ぶんやもんね。そうですね、うん、結構ファンの方も面白い回答多くて。あ、そうだよ。例えばこう、おたげを売ってるパパとか、うん、そらそら見つけた。そんな子あと、まあ、芸人さん好きなんで、うん、あの2階席の端からひょっこりはんとか、うん、あ、結構こう芸人さん絡められるともうちょっとめっちゃ面白くて、うん、選んでるんですね。じゃあ次からね。はい。さあそれではさあそれではですね、ここで視聴者から募集したワースタの噂を見てみましょう。なるほど。はい、さあこちらです。はい、ワースタの噂。ワースタの噂、はい、坂本葉月さんは自身が持っているぬいぐるみたちとおしゃべりができる。あら、はい、あらちょっとモニターが違うやつが出てるな。はい、違うやつが出てますね。次出ますか。どっちにする。大丈夫か。どっちにしますか。どっちにする。どっちにしますか。どっちにする。ぬいぐるみ、ぬいぐるみ、どうする。今言ったやつ。どうしますか。一平閉める。一平閉める。なんで閉める。一平蒸発させてくれますか。なんでなくなる。こっちで、こっちにするみたいですね。ぬいぐるみたちとおしゃべりができるっていうのは、ほんまに。はい、どういうことよ、そんな怖いこと言って、うん、何この、なんか連れてきて。え、うまや。アベヨって言うんですよ。アベヨ、はい、アベヨですね。あの、アベヨは、うん、去年のお誕生日の時から一緒にずっといて、こう海外遠征とか行く時とかも、連れて行ってんの。寝る時もずっと一緒にいるんですけど。喋ってんの。喋ってますね、夜とか。怖い怖い。え、でも本当に喋るんですよ。え、なんかよくあるじゃないですか、そのおしゃべりできるみたいな。はいはい、もう本当に喋ってるんですよ。その飛行機とかで隣に座った時に、すごい葉月が怖がりなんですよ。だから飛行機も怖くて、うん、そしたらこの阿部雄の額、この額同士をこう当て合って、食べ丈夫大丈夫って言ってて。阿部さんいるから大丈夫やもんって、こう阿部をいつもこうやってやってるんですよ。
隣にいる私めっちゃ怖いです。怖いな。怖いな。阿部は何か言ってくれんの？阿部は何も言わないですけど、あのこのもう何も言わへんのかい。何も言わない。一方的に喋ってるから。ずっと喋。でもたまにあのちょっとこう落ち込んだこととかあった時に阿部をこうこうこうやってどうしようって言ったらもうシュンってするから、あもう阿部をってなるんです。何を言っとんじゃん。可愛くないですか？いやもっと言ってください。本当に私も、まあ、でも可愛いね。どのアイドルグループにも一人はいるよね。だからこういう担当、こういう担当いますよ ね。いる枠なんやね。どうなん見ててそれを。えでも私より年上なんですよ。え私が18歳で19歳、今年20歳になるんですよ。そうなんですよ。ちょっとな、うん、大人になってほしいなみたいな、ねはい、言わないですけどこういう機会に言っちゃいたいな。わかりました。さあそれではそんなお話が聞けたところで、はい、後半戦参りましょう。さあそれでは問題です。問題、彼女にしたい芸能人現在も10年前も1位、さあ誰でしょう。1位ローラさん、2位広末涼子さん、はい、3位荒垣結衣さん。あこれは難しい、難しいよ。10年前も1位だしですね。すげえな、これはすごい。10年前、ね、皆さん確かにこれ全員ほんまにみんなしたい、綺麗し可愛いし。さあそれでは正解にいきましょう。こちらです、3の荒垣結衣さんでした。めっちゃ正解してるねえ。皆さんやっぱり情報覚えてたんですかね。ニュース見てたからね。ねえグノシーさん見てたら分かる。なるほど、ね、なるほど、はい、さあそれでは第2問です。新庄剛志さんは自分の顔に飽きた、うん、次の整形で〇〇、うん、さあ1位目玉を緑色にする、うん、2位マイケルジャクソンになりたい、3鼻の穴を増やす。なるほどね。さあどれでしょう。かなり面白いね。新庄さんやったらやりそうだ。やるか、うん、確かに出口1個増やしたんですよ。真面目な顔して。さあそれでは正解に行きましょう。正解はこちらです。いやおるんか。1の目玉を緑色にするでした。穴を増やす27人、どういうところや。勝負かけすぎやろ。新庄さんやから、ね、見てくれ、鼻の穴増やしたんですよ。ただのバケモンになりますから。さあそれでは第3問です、うん、ワイルド芸人スギちゃん、うん、現在は丸々芸人として再注目、はい、1イクメン、うん、2美脚、うん、3全裸。さあどれでしょう。全裸芸人って赤いやテレビ出られへんじゃん。3番がいつもおかしい。いつもね、でもわからんからな、ね、俺らが知らんだけで、うん、そうですよ、あるかもしれないから、ね、知らんもんね、聞いたことないやん。ワイルドスギちゃん、ワイルドスギちゃん、スギちゃんさんは知ってる。スギちゃん正解にいきましょう。そういうことスギちゃん知らない。こちらです。一のイクメンでした。なんで全裸、全裸が一番多いやん、一番多くなってる全裸。なんでやろ。でもだからわからんからやろなかもしれないですね。イクメンで再注目らしい。イクメン、なるほど、ね、面白かったわ、ね、さあそれでは第4問です、はい、アマコーインター聖子さんが元相方の中国人女性理由は、あらあらあら、1財布を盗まれた、うん、2中国語のネタ台本を渡された、はい、3相方のビザが切れた。あれやろ。さあどれでしょう。中国人女性と知らなかった。聞いたことありますね。初めて聞いた、うん、あるの。なんかの番組でやってたのかな、これは。めっちゃあって、ね、あ知ってた、詳しいな、詳しいです、さすがですね。さあそれでは正解に行きましょう。こちらです、うん、3の相方のビザが切れたでした。そうなんや、一番多いですね、79人の方が。いやでもどんどん入ってきてますね。組んでたよね、みたいですね。知らなかった、はい、さあそれでは最後の問題です。最後問題、第5問、ワースタがメンバー全員で行っている活動はどれ、はい、1外国から通っている、うん、2外国人を見たらナンパする、3外国語を勉強している。さあどれか、どれでしょう。どれやろう ね、最初から見てたらね、わかりますね。すぐわかりますよ。わかりますよ。ファンの方ももちろんわかってる ね、そりゃ。さあ正解いきましょう。こちらです、3の外国語を勉強しているでした。やっぱ一番多い、ね、60人。さあさあ全問正解者の獲得賞金はいくらでしょうか。1人当たり847円でした。おめでとうございます。おめでとうございます。でも前半も
正解してる人もいるかもしれないですね。そうですね、確かに。さあ全問正解者にはアプリメニューにある獲得商品に Amazon ギフトコードが届きます、はい、ご自身の Amazon アカウントにチャージしてください。なるほど、はい、さあワースタさんはどこの国の言葉を勉強しているんでしょうか。改めて、はい、I'm studying English。 おーい、ですって言っちゃった。イングリッシュです。イングリッシュですか、はい、ペラ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 ですね。調子になりました、調子になりました。本当に今勉強中なんですよ。でも結構喋るんじゃないの、うん、でも割とその海外でライブするときってなると英語が一番使われる機会が多いので、場所とかはすごい使うので、その時はめちゃめちゃ勉強して、わとか言っちゃう、その時も勉強して、でも私高校卒業したばっかりなんですよ。だからこれから勉強しますね。全然英語喋ってないもん。最初に一緒に会えた時もずっと日本語で勉強してた。今全部英語だったんですけど、そこからずっと日本語だった。いやいや、全日本語。いやそれは前に合わせてくれた。ここでこんなしたらか。いや、ほんまに。はずきちゃんは、ボンジュー。ボンジューでした。フランス語、フランス語です。あ、メルシー。はい、はい。目が入ったと思って。はい、めっちゃ協力してるんで。終わり。こっち、こっちが喋るから。ボンジュール終わり。ボンジュール終わり。自己紹介できます。ちょっと目合ったんですよ、テンパってしまって。すみません。目合うよ。はい。怖かった。はい。変な声から。自己紹介できます。正面から見て変な声。はい。ボンジュー。ジュマペヨ・ハズキ・サカモト・ジェムルシュ・オンションテーズ。何つった？今は何て言ったの？今の私の名前は坂本葉月です、うん、キャベツが世界で一番好きです、よろしくお願いしますって言いました。キャベツ？キャベツが好き、はい、世界で一番好きです。ほんまに？はい、本当です。お肉より？お肉より。絶対嘘やん。たまにでもやっぱたまにお肉は食べたくなりますよ。肉大好きですよ、言ってよ。お肉も好きです。お肉も好き、キャベツも好き。さあそしてですね、ツイッターでは他にもワースタさんの噂が来てます。こちらです。坂本葉月さんは帰宅時に自販機のお釣りを漁るらしい。してんの？やだ、やだ、これは違います、違います。でもちょっとね、坂本さんのお父さんやな。いや、それがお父さんが自販機を見かけやる。違います、違います。みんなよ、してないです、してないです、してない。ほんま、ほんま、噂、ただの噂やね。ただの噂ですね。でも確かに、どんな噂が立つの？一回もないどうなってこういう噂が立つの？いや、一回もないって言ったらちょっとあれですけど、でも、そんな、もう帰宅なんだから。やったらあかんからな。やったらあかんことはないけど、やったら、持って帰ったらあかんから。帰宅時にやるのはもうマジだ。あかんじゃん。やめてください。やってないです。さあ、それでは続いて2つ続けていきましょう。こちらです。広川七瀬さんは新品のクリアファイルの中の匂いが好きらしい、どういうこと？そして広川七瀬さんは髪の匂いを嗅ぐのが好きらしい、やばいんですよ、これ私大好きなんですよ。クリアファイルの匂いが好きなの？めっちゃ好きなんです。クリアファイルの中の、新品のクリアファイルの中の匂い今日用意しました。この新品が、これがいいやつ。新品ですか？あれ、入れたやろ。新品の入れたやろ。お前新品の入れたやろ。新品の入れ、真空状態の新品の部屋。そうです、そうです、そうです。もう真っさらです。え、じゃあちょっと失礼します。ちょっと出させてもらいます。まずはクリアファイル、はい、クリアファイル。何のクリアファイルの匂いで2回で書いて、これあんま匂いしないです。え、そうなの？え、これ新品ですよね。新品ですか？匂いしない？もう1回ですか？どういう絵？わけがわからない。これなんか違う。違う、うん、違う。あんまり好きじゃない？そうですね。ちょっとこれ匂い薄い。あ、新品は普通どんな匂いが？なんかもっと静電気立ってるぐらい新品のやつが。バチバチ。あ、ビリビリビリってなるぐらいの。なんかもうくっついちゃった。なるほどね。匂いが好きね。これちょっとあかん。そうですね。これちょっと匂いがしないです。匂いしないですか？神は神。ちょっと独特な。あ、神。私髪の匂いめっちゃ好きで、すぐ私台本とかこう、今日よろしくお願いしますって言われたら一回こうやって箱やってたんですよ。やってた。え、あ、やってましたっけ。こう匂いせえへんやん。すぐやるんですよ。する？あ、これもこれ違う。あ、しますします。あれ、これちょっとタイプじゃないんですね。どういう、ほんまに真っさらなやつ。包装紙とかそのお菓子の包装紙。一番好きなのはこうめっちゃ洋菓子の包装紙か、うん、めっちゃ洋菓子、こう老舗の洋菓子屋さんの包装紙か、うん、それかめっちゃ和菓子のおせんべいの、めっちゃ和菓子
おせんべいの包み紙、あの、うん、このカンカンを包んであるとかの包装紙とかめっちゃ好きで、それでずっと匂い嗅いでるんや。もらったら匂い嗅いで、そしてお気に入りのやつは、うん、一番決まってるんですよ。なんか佐賀県にケーランっていうお餅が、有名なお餅があって、もうケーランを包むお餅の紙がめちゃめちゃやばいんですよ。匂いが一番いいやん。めっちゃ薄めの紙なんですけど、めちゃめちゃ匂いが良くて、興味ある方はね、ぜひ匂ってみてください。はい、ね、さあということでですね、ワースタのお二人、今日はいろいろな噂が出てきたんですけれども、他に何か気になる噂ありますか？あ、そうですね、うん、なんか一つだけあって、なんか明日なんですけど、うん、3月29日にワースターがなんか3周年の記念のライブを代官山ユニットというところでやるって聞いたんですけど、めっちゃよく聞きますこれ、絶対やるやん。それは告知でしょ？明日なんですよ。明日ね、ぜひ代官山ユニット、お待ちしております。さあ、それではワースタのお二人、本日はいかがでしたでしょうか？どうでした？いや、めちゃめちゃ楽しかったです。噂って言われたので、何言われるのか正直怖かったんですけど、うん、いい噂でしたね。なんかいろいろね、楽しかったです。新発見の部分が、ね、ちょっと興奮しちゃって、ね、ちょっと怪しい噂で、ゴイゴイスー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 スダイアンのお二人はいかがでしたでしょうか？今日最高でしたね。なんかもっと続いたらいいのに。ほんまやな、ね、うん、ね、けるお前気づきました、5分オーバーしてる、ね、盛り上がりました ね、 いけるんで ね、 ね、いけるんです。さあ、来週はどんな問題出しましょうかね。いろいろな、うん、そうやね、なんかいろいろやっぱり、はい、お笑いのやつも多かったから、あ、そうやっぱり今来てるから、そうやね、卵の問題とか出てきそうな気がしますよ、ね、なんか、うん、なるほど、いろんなね、はい、問題があるんじゃないでありますからね。さあ、皆さん、また来週この時間にお会いしましょう、うん、来週のゲストはバンドじゃないもんです、はい、最後に津田さんお願いします。ありました。あ、死んだおじいちゃんがこっち見てる。だからそのほんまにおじいちゃん生きてます。薄いベース音が聞こえんのよ。蒸発させてください。あの、だから心霊滑りやめてくれ。蒸発させてください。やめてください。早く蒸発させてください、はい、じゃあまた来週お会いしましょう。蒸発、蒸発、心霊滑り、蒸発、じゃあ、はい、蒸発しましたよ。